こんにちは、いっちーです。なるです。さあ、秘密基地もね、いろいろ進化してハリウッド化が進んでますけども、なんとついに今回野菜を植えたいと思います。いや、ずっと言ってたもんね、うん、この畑もっと充実させたいって、うん、今回果たされます。秘密基地いろいろ進化して、こちら100均で買ったこの花かごに網をね取り付けて寄せ植えしました。こっちもね、花を植えてみました。かなりテラス周りも充実してきました。こっちにはプチトマトも植えました。このウッドデッキの前にはアジサイを置きました。アジサイってさ、梅雨に咲くじゃん、うん、だからまだね、つぼみとかがあるんだけど、これがバーッと咲くらしい。枯れたお花は根元からプチッと切っていきます。これもか。 OK。 葉っぱ面白い。それでは植えていきたいと思います。今野菜新しくパプリカと丸ナスを植えておきました。黄色と赤。そしてこっちは丸ナス。ナスは結構上に上がってくると支えが必要になるので、この支柱を取り付けていきたいと思います。朝顔振りのこの支柱、これナスに行きます。懐かしい、この円柱。円柱、まあ確かに円柱。これをね、3方向こう平等に広げて刺していきます。ギュッと、まあ、ちょっとふかっとか固めていきます。これでナスが伸びていくと、ここに絡んで伸びていきます。いいじゃん、塗りきます。スカーフ大活躍だね。そう、みんな首の後ろちゃんとね、日焼け防止しようね。あ、結構柔らかくてスルスル刺さる。このね、下にまで行くようにした。ちょっとうまい。おし、小学1年生ぶりぐらい、朝顔時ぶりぐらい、3方向でグッて、で、こんなかな。 OK OK OK。 すごいね、このナスの名前見て。タラタラ炒めナス、もう調理済みみたいな感じ。美味しそうだね、もう。さあ、続いてはこちら、別に植える枝豆。枝豆を植えるね、鉢を作っていきたいと思います。まず、そちら鉢底石を1センチぐらい入れていきます。なんかいい感じにガーデニングを。本当？うん、いい感じにできそう。すごい。あらー、見て見て、ちゃんとこんな感じで一番底に薄くきました。はい。そしたら続いては赤玉。ここに赤玉をね、敷き詰めていくんだけど、中粒と小粒があります。今回使うのは小粒。これはどれぐらい？2センチぐらい。おー、いい。こんな感じで半分ぐらいかな、入れました。頼むぜ。 OK。 お、頼むぜ。 OK。 もうね、ブームだからね。そう、だからもういいんじゃない。よし、はい、一つともできました。で、ここに大事な土を入れていきます。重い。うん、いいね、いいね。ちょっと慣らして。このぐらい。 OK OK。おっそり。あ、いいね、いいね、いいね。ちょうどいいぐらい。あ、すごい。ここまでができたら、お水をたっぷり与えていきます。下からね、たーって出るぐらい、うんうん、あのもう全部にこう水が通ったっていうところまでいきます。お、よし。あ、来てる。うん、こっちもいきます。よし。先ほど入れた中の赤玉が全部湿るまで、何回かに分けて水を入れていきます。うん、すごい吸い込んでる感もある、うん、よくない、この水ジャバジャバする感じ。すごい好き。水遊びみたいね。あ、結構重くなってる、うん、じゃあこんな感じでここに枝豆を植えていきます。私の名前は茶豆可愛くない？茶豆。あなたの名前は茶豆って言うの。
可愛い名前、普通の14歳の高校生のはずだったのに大変次回全部撮ってるからあ、そうだった。それでは早速ここに枝豆を植えていくんだけど、これね、2種類買いました。私の方が普通のみんな多分目にすることが多い枝豆、そして私の方が中性枝豆、香り風味っていう、なんかイッチーの枝豆より味が濃い枝豆なんだって、普通の方は早くできるのかな、ソーセー枝豆って書いてある。こっちの方がちょっと時間がかかるけど味が濃い。なるほど。これさ、枝豆の種ってこんなんだったっけ、あの大豆みたい、ほんとにね、鶏は外のか大豆か、大豆か、あ、そうだ、豆だ。枝豆の豆って枝豆なのかな、枝豆の豆、あ、枝豆なのかな、え、枝豆の豆って乾燥するとこうなるんだ。へぇ、硬い。くそ、嬉しそうでしょ、めらんかったらやばい頭悪く最悪。植え方としては、3、4個ずつ、いっぺんに植えるんだって、うん、めっちゃ多いね。うん、いい香りがするいや、みんな頭悪いから今私の書いてるの見て思った、肌から見ると頭悪そうだった。3つずつ、深さ 1.5 センチぐらい、うん、指のこう爪まで入るくらいかな、こんなか。お、いいね。ここに3つ、これでおつまみができますね。できますね。茹でていいじゃない。上のとこ忘れないようにしないと。確かに一気にこれ全部やった方がいいかな、分かんなくなるね、埋めちゃうと。そうね。この枝豆は収穫時までこう全部育てるわけじゃなくて、苗までここで育てて畑に植え替えます。そのための鉢植えです。それじゃあ全部埋めていきます。種を植えられたらまたここに薄く肥料を引いていきます。多分1センチぐらいで大丈夫。上の方は根とか張る部分なので、ふわっとさせる感じで大丈夫です。よし、オッケー。それでは枝豆大きくなりますように水かけていきます。オッケー、よし。うわ、重いね、かなり吸ってる、ここから大事に種をね、腐らせないように育てていきたいと思います。枝豆はここに置きたいと思います。ちょっとね、日が当たりすぎてもあれだからかどっちゃ。はい、だんだんテラス周りも充実してきました。じゃあ次は人参とかをやる。そうだね、畑の方に移りたいと思います。まず畑のこれから植えるところに肥料を入れていきます。 OK。 あー、この土の匂いいいね。じゃない、はい、追加いきます。めっちゃ入れる土。わあ、よし、ういなるがここに綺麗に畝作ってくれたので、ここに私は水をしっとり撒いていきたいと思います。もう一番最初の水あげなのでかなりしっとりの方がいいのかな。よいしょ、デニーロかわいい。中まで染み込むまでだね。はい、これで土壌は OK です。ここに人参とコーンを植えていきます。はい、それではまず奥側にスイートコーンを植えていきます。甘味ないでしょ。スイートコーンの種すごくない、これ。あれだよ、みんなが食べてるやつの乾燥してる。でも赤いんだよね。そうそう、不思議。これは一つのところに 4,5 粒巻きます。土をかぶせます。はい、楽しみだなね。夏になったらトウモロコシパーティーできるね。よし、トウモロコシは完璧。続いては三寸人参ってやつです。これ生産地イタリア、おイタリアキャロットです。人参の種はこんな感じ、ちっちゃい。こっからさ、実できるの、すごいね。種は多めに筋巻き、こうまっすぐこう長く巻いていきます。よし、オッケーです。埋めていきます。ふわっと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 チャンネル、あれ、はい、オッケーです。
それじゃあここに水を撒いていきます。これでバッチリ。あとはメガドルのお待つだけです。じゃあ作業も一段落したのでアイスタイム。どうしたの、なんか秋田小町の方ですか？農家の方感がすごいんだけど。秋田小町のお米のパッケージ。あーいや、あれ秋田美人がやってるからな。それではいただきます。いただきます。あ、美味しそう。やっぱチョコミントだな。うまいよね。うまい。美味しいラズベリー。うん。完食。なるも完食。ごちそうさまでした。秘密基地もどん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 野菜も増えて、お花も増えて、すごいね。自給自足って感じがしてきた。説得力がすごい。その格好で言うと。というわけで、いつなる秘密基地はね、だんだんとこう家庭菜園もできるようになってきたので、進化し続けてます。今後も秘密基地の様子をお届けしていきたいと思います。それではまた明日の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。みんなはもうチャンネル登録してくれた？まだの方はこちらをクリック。高評価コメントも待ってるよ。そしておすすめ動画も見てねー。